自分の意見いいちゃえばなならない <laughs> どうせやんなきゃなんないんなら、はい、好きになるしかないんですよ養老たけしの大言論シリーズ1希望とは自分が変わること2嫌いなことから人は学ぶそして3大切なことは言葉にならない、えー、お伺いしていきたいんですけどまずは、はいえー、希望とは自分が変わること、はい、これはどういうことなんですかね、うん 普段あんまりそういうふうに考えないでしょ。希望っていうと、外の世界が変わるように考えるんじゃないですか。ね。んなんかうまい仕事にありつかねえかとか。<laughs> 要するに自分を固定しておいて外が変わるっていうことを期待するのを希望とすると、希望なくなるんですよね。<laughs> ところが、自分ぐらいいい加減なものなくて、これどんどん変わるって考えるとですね、とんでもなく世界が広がるんですよね。 僕なんか虫よく取ってますけどね。あんなもの関心なかったら踏んづけて歩くしかないもん。ところがそれ一生やってる人いるんですからね、うん。そんなことケチなことでとか、大した役に立たないんじゃないかと思う人は、それは今の自分がそう思ってるんですよ。ところが自分がそっちへ変わっちゃうと、全然違っちゃうわけでしょ。うん、そんなものはくだらないことだっていう価値観そのものが変わってしまうと、全然世界違っちゃうんですね。だから同じ世界を何度も体験できるような感じが。うん、世界の変化ってよく、僕ら若い頃はね、はい、まあ典型的な例、ね、10年した段階の世代は、 土台変えたいとかね、世の中変えようとしたんですね。それが戦後ずっと一つの貴重だったと思うんだけど、世の中変えるってこれ容易なことじゃないんですよ。変わらないんですよ。<laughs> <う>変わるときは勝手に変わるみたいな変わり方する。ところが、うん、自分だったらこれなんとかなるでしょう。それを考えた方が早いんじゃないのっていうのが。で、それが生きてる面白さでもあるんですよね。意見なんか変わっていいわけで。本音がどんどん変わんないと面白くない。希望というのはじゃあ自分が変化することなよって、うん、ですね。 生まれてくる社会とか、なかもうちょっとね、小さくして、他人とか言っても、他人を変えるっていうのは相当大変ですからね。それはね、<laughs> 夫婦で考えたら、すごい、両を変えるより <laughs>、自分の意見変えちゃった早いなるほど。自分の意見変えちゃえば、いさかいにならないんですよ。それでね、それは案外ね、今の一般的な、暗黙の考え方の裏なんですよ。暗黙の考え方っていうのは、やっぱり個人っていうものがあって、うん、それがしっかりしていってっていうふうに考えるでしょ。 何事も自分の力でみたいにそういうふうに考えていくと暗黙のうちに今度はしっかりした自分があるっていうだから自分探しになっちゃう若い人はだけどそれおかしいでしょっていうのがあったんですねそれをしっかりしたもんだと思っちゃうと状態が悪い時にどうしようもなくなっちゃうんですよ八方塞がりみたいなのってねうその八方塞がりの時に9方目を探すっていうね好きな言葉ってね、はい、よく言われるんだけど一つ好きな言葉の「 一つにね、はい、イタリア人で言うってうんだけど、うん、どん底に落ちたらって言うんですよ。れれってそが普通はさあとはある一方ですよとか慰めるんだけど。2> <laughs> 2> で2巻目はあの嫌いなことから人は学ぶ、はい、ということですこれはどういうことですかこれはねあの自分を変えると関係があるんだけど <laughs> そのよく好きなことだけやってるとどうなるかっていうことですけどねうどうしてもやっぱり固まっちゃうんですよね自分が。 で、仕事ついてるとよくわかるんですけど、嫌なことでもやらされちゃうんですよね。ところがさ、仕事っていうのは嫌なことだからって手抜きができないんですよ。そう,うそうそう、いい加減にやって済むってもんじゃない。<laughs> そうすると一番自分のためになるんでしょ。それ努力してやるから。うん、そうするとその答えはね、僕わかってる気がするんだけど、どうせやんなきゃなんないんなら、好きになるしかないんですよ。はい いやいやでやられたら、自分もたまんないけど、周りもたまんないんですよ、仕事もたまんないね <laughs> だけど、うん、もういずれせよや,やらなきゃならんと思ったら、それは、それが自分が好きな仕事だと、まさにそこが自分が変わるっていうことですよね。あなるあ、ここでつながりますねそうなんです。やんなきゃならない仕事であるならね、そうでしょう、そうすると、そういうことが分かってくるんですよ、嫌いだと、その分かりません、いつまでたっても。なやっぱり、これは論語に書いてある通りで、最後はこれを楽しみにしかずっとなるんだけども。 そうでしょうもう最後はそれを楽しんでやってるっていう境地になる、うん、最初は嫌いな人よりそれ好きな人の方がはるかにうまくやるとこれはもう当たり前ですねその次ですよね、うん、それをさらに通り過ぎると楽しんでやるようになると、うん、仕事ってそうでないといけないっていうことを言ってるんだと思うんですけど、うん、だからそれがどうしても受け入れられないっていうことであればやめるしかしょうがないんでね半端でやんないでほしいなと思う <laughs> でも僕はね今給料ともらって仕事するってどうもそ,それに陥りやすいっていう気がするんですよでそんな嫌な嫌ことをね、うん この給料でやって割りがあないみたいにどっかで思ってる。<laughs> それやると、仕事のためにはならないし、自分のためにはならない。うん、やっぱりそれは詰めちゃなきゃいけないんで、うん、どうしても嫌だと思う。やらね、うん、そうなるか、これは自分がやっている仕事ってどうしてもやらなきゃいけないことだから、うん、そうしたらもう必ず不足してくるものですから、それは人間誰でもやらなきゃいけない仕事をね、やってるとしたら、 つまりどうしても世の中に必要なことをやっているとしたら、それにあることがどうしても伴ってくるなら、それはやらざるを得ないんですよね。うん、そしたら好きにならざるをえない、半端にやるなっていう、<laughs> それはよくない、本当にで。第3巻は、えー、大切なことは言葉にならない、はい、ということ、はい、これはどういう。さんざん本書いたらよくわかるんで、えー、つまり人生って本書くことでもないし、本読むことでもないんですよね。全然違うところにあるでしょ、実際に生きてるっていう局面はね。うん、そこですすよだかから本本読むとか本を出す まあ、読んでくださる方はありがたいんだけど、うん、その、悪魔でもそれは人生そのものじゃないんで。だから僕い、いつも、この中にもありますけど、二宮尊徳がね、あれでしょ、うん、それが八重洲ブックセンターの前だって、<laughs> あれで、ね、非常に象徴的で、それはね、ごく単純に本読めっていうふうに、ブックセンターの人て置いたのかもしれないんだけど、あれって面白くて、つまり二宮尊徳は、本読むために歩いてるんじゃないんですよね。あれ、焚き木運ぶためなんだよ。<laughs> <laughs> ところが、うん 巻き運んでるとね、その時間暇じゃないですか。だから本読んでるんですよね。<ー>本読むってそういうことなんだ、ね、よ。巻きの方はさ、うん、生きていくために必要なことじゃないですか。ね。うん、だから、あれが非常に象徴的で、生きていくために必要なことをちゃんとやってるんだけど、その過程で空いてる目玉使って本読んでるっていう。読んだり書いたりするってそういうことでしょう。<ー>だからそれを、今はね、コミュニケーションとか言って、ほとんどそれが仕事になっちゃってる人もたくさんいるんですよ。でもそれは人生の本質じゃないでしょ。もともとは。そういうことは、もちろん大事なことでは抜けませんけど、はいはい 一段上というかね、抽象的っていうもので、うん、その巻き運んでるんですよっていうところに注目してほしいんですよ。南阿蘇とかね。<ー>それね、うん、もう一つもっと言えばね、もっと根本的な問題があって、文明って随分大げさになるけど、文明社会、我々生きてるのは文明社会ですよ。こういうものって意識の世界なんですよね。要するに、頭で考えた世界なんですよ。ところが、その一番そこで困っちゃうのは、人間って死ぬでしょう。これ頭で考えてないんですよ。 で僕会話やってましたからそれはしみじみ思うんだどんな人も亡くなるんですねでそこ体が残ってるんですよ奇妙でしょそれ物質的にはちゃんと残ってるんだんで動いてないんだよって考えない <laughs> そうでしょですもっといくとその目が覚めてない限り本も読めなきゃ書けないんですよつまり言葉っていうのはおしゃべりもそうだけど意識が前提になってるんですじゃあ人間の人生って意識が前提かと巻きの話と同じでねそうするとなんと寝てる時間を含めるね人生の3分の1ぐらいん <laughs> 最近はね、虫まで寝るってことが分かってきましたから、起きたり寝たりしてるわけですよ。うん、そうすると、それ別な言い方すると、虫ですら意識があったりなかったりするわけです。ところが、現代社会、文明社会っていうのは、意識がなかったらないと同じでしょう。うん、意識してないから、うん、それはない。うん、いつの間にか、ほとんどあるんだけど、ないことになってる。うん、それは、ところが寝てる間何してるかってよく考えてみると、うん、体はきちんと律儀に動いてますよ。はい、で、実は、その社会でいう土研業に相当することは、みんなその寝てる間にやってるわけですよ。 修理するにししてもそうでしょ、うん、とりあえず止めてやってるわけですその辺が、うんね。そうすると、そのどうしても必要な時間ところが、意識はそれを感情に入れません。うん、だから本読む方は見えるけど、他人背,背負ってる方は見えないっていう。うん、同じことですよ、それ。だけど、実は体が元なんですよね。うん、その体は、ちゃんとその寝て、意識がないときも動いてる。うん、きちんとシステム維持してる。でその上に 頭みたいなもんで、意識が乗ってるわけですから。そうすると、それが全てだと思うのは大変な間違いだろう。これはね、うん、相当でもね、文明社会の人に対しては厳しいものになるんですけどね、うんうん、例えば僕、原理主義っていうのはあんまり、っていうか、基本的に納得いかないっていうか、賛成できないのは、はい、あれは意識が全てっていうことを含んでますよ。<ー>自分が考えて、これが、これっきり正しいことはない。ね、うん、これだけが正しいって言うでしょ。うんうん、思ってるのは意識でしょ。 その意識は人生の三分の一じゃないんですよ。ない時の意見はどうなってるかってい <laughs> だから大切なことは本当は言葉になったら、つまり意識に入ってませんよっていうことを意識してほしいんですよね。